どこへ逃げた？散開して捜索に当たれ。逃げ道を下げ。そこの子供、武器を手放し、その娘から離れろ。お願い、助けて。チッ、抵抗しなければそのまま逃がしてやったものを。あるまい。総員構え。障害を排除。少女を確保しろ。排除を確認。少女を捕らえろ。離して、お願い。その人おとなしくしろ。起きろって。それにルリアも。大丈夫か？すげえうなされてたぜ、二人ともよ。おい、どうしたんだよルリア。そんなに怖い夢見たのか？夢？今の夢だったの？でも、あんなに血が出て、ルリア。それに B 君もそろそろ起きて。ルリア、どうしたんだ？何があった？どこか痛むのか？それがルリアもこいつも悪い夢を見たみたいでさ。初めて会った時と同じで、私をかばって大怪我をして、でも私は兵隊さんに捕まって助けられなくて。そうか、ひどい夢を見たなルリア。かわいそうに。お前も今日は夢見が悪かったのか？
顔色も悪いし、二人とも疲れが溜まってんのかもしれねえな。確かに、このところずっと気を張っていたからな。立て込んでいた依頼も片付いたことだし、久々に羽を伸ばすとしようじゃないか。そうだな。せっかく交易都市に来てるんだ。買い物がてら観光しようぜ。な、二人とも。甘いもんでもおごってやるから元気出せよ。でけえ市場があるんだよな。うまいリンゴが手に入るといいな。探してみるとしようじゃないか。な、ルリア。そうですね。みんなでお買い物に行きましょう。そう来なくっちゃな。さあ、ルリアも、それからお前も、さっさと飯食っちまえ。B 君、青果市場はこの辺りだそうだぞ。お、いいリンゴあるかな。探しに行こうぜ。あ、B さん、待ってください。この辺りは服屋か。靴、履き潰す前に一足買っておくかな。お、この髪飾りはルリアの髪に合いそうだな。ほら、ちょっと試してみろよ。どうですか？似合ってますかね？こっちの服も可愛いな。ルリア、試着させてもらったらどうだ？この辺りは武器屋が多いんだな。姉さんが気に入る剣はあるかな？おっと、そろそろいくつか研ぎに出した方がいい武器があるんじゃないか。しばらくこの島にいるつもりなら、この辺りの店で頼むといいかもな。夢占い、夢占いはいかがですか？よーく当たりますよ。へー、夢占いね。そうだ、今日の夢を占ってもらったらどうだ。夢で怖い思いした分、案外いい結果が出たりするかもしれないぜ。夢で見たこととは逆のことが起こるとか聞いた覚えがあるしよ。あの、夢占いに興味がおありですか？姉さんの占いよく当たりますよ。その私は、それじゃあせっかくだから私も見てもらうことにしようか。お、じゃあ俺もやってもらおうかな。3人占ってもらえるか。はい、こちらへどうぞ。姉さん、ベトル姉さん、
お客さんが来てくれたよ。はぁ、モルフェ、おや、彼女が占い師さんなのか。はい、僕の双子の姉さんなんです。僕たち子供ですけど、占いはちゃんと当たりますから。ああ、すまない、疑うわけではないんだ。想像と違っていたから少し驚いてね。しわくちゃのおばあさんが良かった。見た目、外見、嘘、本当？見えてるものは偽物で、本当の本当はご老人かも。え？そうなんですか？もう姉さんたら、またいい加減なこと言って。どうかしら。どう取るかは、あなた次第。はは。雰囲気は満点ってとこだな。それじゃ夢を占ってもらうとしようか。あなた、途方もないことをしようとしてる。行く手に広い広い空が見える。途方もないこと？確かに。青くて広い空の中、あなたは孤独。見果ての夢のその果てに、たどり着くため、何かを失う。その何かは、あなたが、旅立つ時に失ったものと同じくらいに重い何か。旅立つ時に失った、あっ、それとあなた、騎士たる誇りに従って、騎士たる身分を捨てたあなた。私か。すごいな、君の占いは。あなたが忘れた罪がある。過去は必ず追いかけてきて、あなたに対価を払わせる。罪か、すぐには思い当たらないが。それからあなた、翼を失い、その傷を癒されたあなた、今や嵐を恐れることのないあなた。あなたが破った約束がある。約束と傷跡はあなたを蝕んで、あなたに贖いを求める。約束？ああ、そういや、おやつをおごるって約束してたな。はは、贖いか。2倍おごってやらなくちゃダメかな。こんなところかな。ふう、なんかあまりいい結果は出なかったな。占いなんて、いいことが出たら信じりゃいいのさ。ま、よく当たるってことだから、しばらくはちょいと用心するのもいいかもしれないけどな。さて、それじゃあそろそろ宿に戻ろうか。わ、あの、これサービスです。よければ飲んでください。いい匂い。これ、何ですか？僕が調合したハーブティーなんです。寝る前に飲むとリラックスできるんですよ。ほほう。それじゃあ今夜寝る前に入れてみよう。毎度ありがとうございました。
カタリナ様、お茶をお持ちいたしました。ああ、すまない。少しぼんやりしていたようだ。こちらをどうぞ。城下で人気のハーブティーだそうです。体が温まりますよ。そうか。なら、ルリアたちも呼んで、お茶の時間にしよう。カタリナ様？ん？どうした？ルリア様たちは、すでにこのアルビオンを絶たれました。お忘れですか？そうか。そうだった。私に代わって、漁師としてアルビオンに縛り付けられたビーラのため。私はアルビオンに残った。そうすれば、ルリアたちの旅をビーラが阻むこともないと。すまない。本当にぼんやりしていたようだ。いえ、お疲れだったのでしょう。この後の学生との訓練、お休みになった方がいいのでは。はや、そこまでではないさ。以前からの約束じゃないか。生徒たちの練度を確かめさせてもらおう。ビーラ様に認められる実力者であるカタリナ様に胸を貸していただけるとは、学生たちには良い経験となるでしょう。持ち上げないでくれ。ハーブティーをいただいたらすぐに向かうよ。了解しました。どうぞ、お召し上がりください。一人で飲むお茶というのは味気ないものだな。それでもこの実が仲間たちの旅路の礎となれたのなら本望だ。どうか無事イスタルシアへとルリアを導いてくれ。カタリナ、起きて。朝だよ。ねえ、カタリナってば、起きて。おい、そろそろ朝飯食いに行こうぜ。カタリナまだ寝てんのか。へえ、珍しいこともあるもんだな。カタリーナおはよう、カタリーナ。今日はお寝坊さんなんだね。ルリア、どうしてここに？え？どうしてって、カタリナがなかなか起きないから起こしに来たんだよ。ビー君、それにラカムも、なぜアルビオンに？アルビオン？何を言ってるの、カタリナ。そうか。わざわざ私を訪ねてきてくれたんだな。前もって言っておいてくれれば、茶菓子の一つも用意したのに。姉さん、何言ってんだよ。寝ぼけてんのか。ここはアルビオンじゃねえよ。アルビオンじゃない。ビー君こそ何を言ってるんだ。私は君たちと別れ、アルビオンのビーラの元に残ったじゃないか。カタリナ、私たちずっと一緒に旅をしてきたよね。忘れちゃったの？カタリナは
アルビオンに残ったりしなかったよ。ビーラさんももうアルビオンの領主さんじゃない。そうでしょ、カタリナ。私はルリアと離れたりしなかった。それにビーラも。そうだじゃん姉さん、まったくまだ寝ぼけてんのかよ。そうだ、アルビオンに残ろうとした私を君たちが。私は何を言っていたんだ、なぜこんな勘違いを。落ち着いたか、カタリナ。ああ、やけに真に迫った夢を見たんだが、それを引きずってしまったようだ。心配させてすまなかった、ルリア。寝ぼけてしまったんだ。もう、カタリナったら、驚いちゃったよ。やれやれ。姉さんもここのところの忙しさで疲れちまってるみたいだな。そうだな、昨日は随分歩き回ったし、今日は宿でのんびりするか。あ、姉さんどうしたの。夢が乱れた。夢が？あ、まさか聖少女オネイロス、この町にいるの。オネイロスの被害が出る前にあいつを止めなきゃ。行こう姉さん。逆さま逆さま、どっちが本当、それとも嘘。村の外れにある墓地の片隅に新たに作られた小さな墓。ルリアをかばい殺された少女を思い、片身のリボンにすがりつくようにして小さな竜は泣き続けている。彼女が死んだのは私のせいだ。私がルリアと離れなければ。B 君だったな。すまない、我々のせいで。うるせえ、あっち行けよ。お前らが来なけりゃあいつは死ななくて済んだんじゃ。おいらの大事な。ルリアは何かを言おうとして結局口をつぐむ。私たちが B 君にできることは何もない。謝罪でさえも。私は
ルリアの手を引き、ザンプティンゼルを後にする。私とルリアの放浪は続いた。帝国の追っ手に怯え、密告者を恐れ、ひとところに決してとどまれない旅。目的地があるわけでもなく、あてどなくさまようしかない。ルリアはザンクティンゼルでの出来事以降、心を閉ざしてしまった。私は彼女に広い世界を見せてやりたいと研究所から脱出させた。だがその選択は正しかったのだろうか。外の世界には居場所などないと絶望を味わわせただけだったのでは。だが今さらこの旅をやめることなどできない。私以外によるべのないルリアが頼るようにこの手を握ってくれる。ただそれだけが私の支え。いつか来る終わりの日を少しでも遅らせるため、私はルリアを連れ今日も歩き続ける。ガキの頃、俺は友達と約束した。俺が操舵する気空艇で一緒に旅をしようと。ダロンゾで育った奴にはありがちな、気空詩という夢が言わせた言葉だった。だが、そのありきたりな約束は、俺にとって呪いになった。ついに自分の手で舵を取り、気空艇を飛び立たせようとしたその日、呪いは発言した。俺の操縦にも気空艇にも何も問題はないのに、気空艇は飛び立てなかったんだ。ガロンゾに存在する絶対遵守の力を持つ聖少女ミスラ、それが幼い約束を呪いにした。俺は約束を交わした友達と一緒でなければ飛び立つことができない。それに気づいた頃にはすでに彼はガロンゾにはいなかった。物心ついた時からの操舵士という夢を叶えるため、俺は彼を探す旅に出た。ノアという名前一つを手がかりに、俺はあらゆる島へ足を伸ばした。自分の操舵する気空艇で島々を訪れることができるならどんなにか幸せだろう。そんなことを考えながら島を渡り、ノアを探し続けた。探して、そして俺は年を取り、今やもう俺の人生は一体何だったのか。俺は何のために生きてきたのか。答えるものは誰もいない。おはよう。
カタリナ。今日もいい天気だね。ああ、そうだな。カタリナ？どうしたの？なんだか難しい顔してるけど。ルリア、姉さん、起きたか？飯食いに行こうぜ。君は、B 君。なぜここに？ん？どうしたんだよ。幽霊でも見たような顔して。それに、そこの君、何者だ？帝国の賞金に釣られて、ルリアを捕まえに来た、キクーシか。それとも、B 君の相棒だった少女の敵討ちを頼まれたか。敵討ち？何言ってんだ、姉さん。また寝ぼけてるってのか？カタリナ、昨日からおかしいよ。どうして？姉さんどうしちまったってんだ？お、なんだ？そうだな。とりあえずラカムに相談してみるか。おいラカム、また姉さんの様子が変なんだ。ラカム？おーい、話聞いてるか？ん？今、俺に話しかけたのかい？そうに決まってるだろう。ならかも、またカタリナが変なんだ。寝ぼけてるんでもなさそうでさ。はて、カタリナ？誰のことだ？おい、ラカムまで冗談はよしてくれよ。いや、そもそも君たちは誰だ？会ったことがあったかな？何せ、方々行ったものだから、一度会ったくらいの人のことは忘れてしまってね。したいことがあって。悪いけど今それどころじゃねえんだ。仲間たちの様子がおかしくて。様子がおかしい？すみません、詳しく聞かせてください。もしかしたら助けになれるかも。間違いありません。それは聖少女オネーロスの仕業です。なんだって？聖少女？ネイロスは夢を操る聖少獣なんです。オネイロスの力にとらわれた人は夢と現実の記憶を混濁させてしまう。夢と現実を。昨日のカタリナがそうでしたね。最初のうちは説明してあげれば夢の方がおかしいんだって分かってくれるんです。そのうちにどんどん夢の方を信じるようになって、その頃から眠る時間が長くなります。最後には
ずっと眠って目覚めなくなってしまうんです。ずっと眠って、もしかしてさっきカタリナが眠そうにしてたのって。そうなのか。オイラたちと話してた時ははっきり目が覚めてたけど。二人が部屋を出た後しばらく話をしてたんですけど、急に眠くなったって。オネイロスの力の影響が出るのがものすごく早いですね。私たちの村の時はたくさん人がいたせいかな。村の人？もしかしてお前たちがやけにオネイロスに詳しいのは。はい、僕たちの村はオネイロスのせいで村の人たちがみんな眠ってしまって、僕と姉さんは村の人たちを助けるためにオネイロスを追っているんです。そうだったのか。私とモルフェはこれまでオネイロスのこといろいろ調べてきた。だからあなたたちの仲間を助けるの手伝える。オイラたちはオネイロスのことも今知ったくらいだし、協力してもらえるなら助かるよな。そうですね、二人と力を合わせましょう。姉さんたらちゃんとご挨拶しなきゃ。はあ、夢占い師ベトル。その弟のモルフェです。よろしくお願いします。まずは姉さんの魔法で夢の回廊に向かいましょう。夢の回廊ですか？はい、あらゆる人の夢の世界に続く扉がある場所なんです。カタリナさんとラカムさんの夢の中に入って二人を元に戻さなくちゃ。ごちゃ混ぜぐちゃぐちゃお片付け。姉さんの作ったこのお札を枕の下に入れて眠ると夢の回廊に行けるんです。なんだか緊張してきました。眠れるかな。子守唄歌う？あ、僕眠くなるハーブティー入れますね。
し、お前も来たか。これで全員でな。ここが夢の回廊。たくさんあるドア、あれが誰かの夢に続く扉なんですか？そう。一つ一つ違う形の扉から、目的の扉を探し出すの。こんだけあるとなると厄介だな。まあ、でも、やるしかねえか。誰かの夢の中からにじみ出てきたもの。今の私たちは体から抜け出た魂とか心とかそういうもの。もしここで死んだら空っぽの体だけが残る。そうなったらおしまい。器から水がこぼれたら戻せないのと一緒。ごっくり。弱ったな。道を塞いでる悪夢のかけらがいますね。戦うしかなさそうです。でも怪我にはくれぐれも気をつけてくださいね。あらんこと。そこ落とし穴がある。びっくりしたくなかったら避けてね。はい。もしかしたら落ちた方が近道かもだけど。もう姉さんったら。皆さん真に受けないでくださいね。夢の回廊は上も下も右も左もない。本当か嘘かわからない。確かに遠くに見えてたもんが思ってたよりずっと近かったり。近くに見えてるのにどんなに歩いても近づけなかったり。厄介なところだぜ。そういや村の人たちのことも悪夢から助けなきゃいけねえんじゃねえか。そうしたいのは山々なんですけど、村の人全員となると僕たちだけじゃ時間がかかりすぎます。多分何人か助けている間にオネイロスに気づかれてしまうと思うんです。助けてる間にまた悪夢に飲まれる。いたちごっこ。だから、まずはカタリナさんとラカムさんを助けて、みんなでオネイロスを倒しましょう。も
フェ君もベトルちゃんも村の人のこと心配ですよね。なんだか私たちばっかり助けてもらっちゃって申し訳ないです。そんなことないです。団長さんたちの力を借りられて助かっているのは僕たちの方なんです。僕と姉さんだけじゃ悪夢のかけらと戦うのも一苦労ですし、それに何より聖少獣であるオネイロスに挑んでも負けちゃうでしょうから。ひっ、こいつは強えからな。頼りにしていいぜ。はい、団長さん、よろしくお願いします。口は災いのもと。え？いつの間にこんな近くに。よーし、早速頼りになるとこ見せてやろうぜ。あれ、ラカムの夢の扉だぜ。扉がラカムさんのものってことは、あの鎖はオネイロスが僕たちの邪魔をするために巻いたのかな。そうかも。隣の扉にも鎖と錠がかかってる。ということはカタリナさんの扉なのかな。あの扉には見覚えがないけど。いえ、あれは多分カタリナの扉で合ってます。あの扉、昔私が閉じ込められていた部屋の扉にそっくりです。そうなのか。ってことはルリアの言う通りカタリナの扉で間違いねえな。よかった、お二人の扉が見つかって。あとは悪夢から二人を助けるだけ。夢は夢、ふわふわゆらゆら泡みたいに消える。うわ、なんだこいつ。イケロス、オネイロスのペットなんです。そうか、二つの扉が近くにあったのはイケロスに守らせるためだったんだ。こいつ、オイラたちを追っ払う気満々だぜ。追い払うのは私たちの方。団長さん、イケロスを倒してカタリナさんとラカムさんの夢へ急ぎましょう。てねえってとこ見せ。我がさらばだ。土の加護があらんこと。
ルリア、こっち。帝国の研究所に囚われていた少女、ルリア。私は彼女を連れ、研究所を脱出した。少女を利用する非道に耐えきれなかったからだ。よし、ここまではなんとか見つからずに来られたな。カタリナ、私本当に連れて行ってもらっていいの？もちろんさ、自由を手に入れて君の望むものを見に行こう。どこまでも続く空、緑の森、賑やかな街、君の知らない全てのものを。まだ不安そうなルリアの手を引き、私は軍の施設から抜け出そうとする。まずは町の人混みに紛れよう。この布で髪を隠して。いたぞ、カタリナ。注意だ、やはり例の少女を連れている。注意ほどの実力者、まともに切り結んでは無駄な犠牲が出る。騎兵！あ！カタリナ！レリア！レリア！レリア！しっかりしろ！レリア！油断するな！いや、つらえ！ルリアほどに貴重な存在の命を奪おうとするはずがないと私は考えていた。だが帝国はルリアを手放すくらいなら彼女の命を奪うことを選んだ。ルリアの体から熱が失われていく。私がルリアを。飛空艇グランサイファー、幼い頃から俺が憧れ続けた特別な船。操舵技術を学び磨き、俺はついにグランサイファーと共に空へと旅立った。高度はぐんぐん上がり、グランサイファーは雲を突き抜けていく。信じられないほどの開放感。俺とグランサイファーは一体となり、どこまでも空を駆けていく。そのはずだった。くそ、どうなってんだよ。突然グランサイファーは俺の言うことを聞かなくなった。高い空から身を投げ出すように俺とグランサイファーは落ちていく。何が起こったのか分からず呆然としていた俺の意識をひどい痛みが引き戻す。窓を突き抜け放り出された俺にグランサイファーだったものが降り注ぎ、肉を潰し骨を折る。赤く染まりゆく視界に俺の血を嗅ぎつけた魔物の姿が見えた。奴らに食われて死ぬか、それとも死んだ俺を奴らが食うのか、どちらにしろこれで終わりだ。ああ、つまらない人生だったな。あっけない幕引きに苦笑する。無性にタバコが吸いたかった。
いたぞ、姉さんだ。私が君を連れ出そうとしなければ、君は死んだりしなかったのに。許してくれルリオ。カタリナ、しっかりして。これはただの夢なの。ねえカタリナは私に約束してくれたよね。広い空を見せてあげるって。私はもう空の広さを知ってるよ。その空の下にたくさんの島があることも。いろんな島に行ったし、これから先もいろんな島へ行きたい。それを望んでもいいんだってカタリナが教えてくれた。私今みんなと一緒にいられてすごく幸せだよ。この幸せはカタリナのおかげだから、お願い、こんな結末認めないで。悪い夢から目を覚ましてカタリナ。なんだこいつら、邪魔すんなよ。 B さん危ない。夢の回廊と同じです。ここで怪我したら体も無事じゃ済みません。早くカタリナさんを連れてこの悪夢から逃げなきゃ。ルリアや君を誘った私が旅の記憶に惑うとは。お話は後にした方が良さそう。そうだな、こいつらを蹴散らして悪夢からおさらばしようぜ。